んにちは。今日も学校帰りにキラキラのシールを探しにコンビニのゴミ箱を漁ってたら、どこからともなく万引きよー、誰か捕まえてーっていうレジのババアの声が、これは大変、私の出番ね、スタンディングマスターベーション、あらあらあら、波立つここは危ない、ウェカピポー、眉間の位置は眉毛の間、魔法少女キレタソン。皆さんは単なる軽魔法少女 RPG と思いきや、ストーリーを進めていくうちにだんだんと不穏な展開になっていき、衝撃的な鬱展開と壮大な謎が待ち受けている。プレイしてみてそのヤバさに初めて気づく、マジ神というゲームをご存知でしょうか。今回はそんな不穏すぎるゲーム、マジ神の重厚かつだんだん衝撃度が上がっていくストーリーを中心にゲームについて語っていきたいと思います。今回案件です。でごー。序章。主人公のハカリ・トビオが目を覚ますと、そこは自室のような不思議な空間で、突然一人の少女が声をかけてきました。少女の名は神様。そこで、デリバリー的なお店にしては、攻めた名前つけて、なかなかやるね、君。30分延長と僕は思いました。彼女の話によると、この世界には悪魔と呼ばれる脅威が急増していて、世界は崩壊に向かっているとのことで、神様はそう告げると、部屋にあったパソコンモニターをトビオに見せました。パソコンモニターには渋谷のカラオケボックス内にいる2人の女子高生が映っていて、赤髪の少女イロハと青髪の少女カオリは最近 SNS でフォローしていた読者モデルやクラスメイトなど、身近な人間が次々と謎の失踪を遂げる事件が多発しているという不穏な噂話をしていました。そして同時刻、隣の部屋ではドライフラワーを1人で熱唱している全裸キリンマスクの男がいましたが、それはマジキリジョイサウンド挑戦機という別ゲーのメインストーリーでした。すると突然2人のスマホから不気味な着信音が鳴り出し、不気味に思った2人が部屋を出ると、そこは全く見知らぬ異空間で、2人の元に謎の怪物が恐ろしい笑い声を上げながら近づいてきて、2人は絶体絶命の中悲鳴を上げました。神様はこの謎の怪物が悪魔だと言い、トビオが彼女たちを助ける方法を神様に尋ねたところ、トビオがパソコンを使いオムニスという存在に憑依することで2人の世界に干渉できる。そして少女たちがスマホにキスをすることで彼女たちは魔法少女に変身するとのことだったので、その瞬間、うわー、そのスマホメルカリで5万円で出品してください、セックスと僕は思いました。それからオムニスを通じて2人をなんとか説得したトビオは2人を魔法少女に変身させることに成功し、見事悪魔を退治しました。そして無事2人を救うことができたトビオは神様に対し元の世界に戻すよう頼みますが、神様からは悪魔たちはこれからも少女たちを襲うということ、トビオのオムニスの力がなければ少女たちは変身できず死んでしまうと告げられ、トビオは少女たちを救うためにこの空間に留まる決心をしました。果たして悪魔とは一体何なのか、神様の正体とは、キリンのドライフラワーは何点だったのか、そしてこの世界に一体何が起きているというのだろうか。ちなみにマジ神は全部で12人の魔法少女たちがガチャで獲得したパラメータとスキルがついたドレスを着せ替えながら戦わせる大迫力の 3D ターン制コマンド RPG だよ。日常の終わり。あれからオムニスことトビオとイロハ、カオリの3人は悪魔退治を続けていくうちに徐々に仲間も増えていきました。また戦術面においてもトビオが司令塔の役割を果たしながら魔法少女たちが連携することで戦力もアップし、悪魔に手こずることもほとんどなくなっていったため、いつものカラオケルームに集まる少女たちは油断と慢心ですっかり緊張感がなくなっていました。そして一方その頃隣では、いつ武道館のステージに立ってもいいよう常にステージ上をイメージしながら緊張感を持って人からに臨む全裸の姿がありました。その日もいつも通り悪魔退治を終えた少女たちはご機嫌な様子でこの後の打ち上げに行く計画を立てていました。しかしその日だけはいつもと違いました。なんとまだ悪魔が生き残っていたのです。そして突然放たれた悪魔の攻撃に油断しきっていた少女たちは誰も反応することができず、攻撃を受けた香りの体は一瞬にして宙に舞い、すぐさま他の少女たちが悪魔にとどめを刺したものの、香りは腹部を押さえながら地面で芋虫のように地獄の苦しみにのたうち回り、あまりに悲痛な叫び声を上げ続けます。
少女たちは突然の日常の崩壊にうろたえますが、なすすべもありません。そしてなんと、香織は不気味な姿をした異形の怪物に変貌してしまったのです。その姿はこれまで自分たちが倒してきた悪魔そのもので、彼女たちはショックを隠せず呆然と立ち尽くすしかなく、トビオもあまりの衝撃で意識を失ってしまいました。なお僕もこれにはかなりびっくりして、ビクッとした衝撃でなんか出ました。ちなみにマジカミは重厚かつ不穏なメインストーリーの他にも、少女たちとイチャコラドスコイできる恋愛要素満点のストーリーモード、かっこ絆ストーリー、ドレスストーリーもたくさん用意しているよ。違和感。トビオが目を覚ますと、そこはあの自室のような不思議な空間でした。さっきの出来事に動揺を隠せないトビオが戸惑いながらも神様に香織のことを話すと、神様は大したことはないと言います。そしてこれを聞いたトビオは、ああなるほどあっち系ねと何かを察し、アルミホイルの買い出しに向かったとか知らんけど。それからトビオはイロハたちがたむろするいつものカラオケルームに戻ったのですが、そこではあの時のことが嘘だったかのように和やかな少女らの姿があり、そこにはなぜかいつもと変わらない香織の姿もありました。その後少女たちと悪魔退治に出かけた時に、トビオはこの状況に既視感があることに気づきます。しかしこの時は前回と違ってキオリーがやられることはなく、無事に戦いが終わりました。間違いない、時が繰り返されている、そう確信したトビオでしたが、神様に問いただしても彼女は何も答えてくれませんでした。そしてそんな様子を見た僕は、間違いない、毎朝ドライヤーとスプレーでしっかりセットしてると神様のアホ毛を見て確信しました。ちなみにマジカミにはスタジオ機能というのもあって、お気に入りの魔法少女のドレスコーデをしたり、背景やモーションを組み合わせて写真撮影もできるんだーい。得意点。次にトビオたちが戦ったのは特異点と呼ばれる悪魔。特異点なる悪魔はこれまでとは桁違いの強さを誇っていて、今度は仲間のセイラが特異点に無残にもやられてしまい、悪魔へと変貌してしまいました。するとそのタイミングでトビオはまた意識を失い、時が戻されました。一方その頃キリンは表現力の得点がなかなか伸びず、表現力伸ばそうと思ってサンバの衣装を着て歌ってみましたが、何も変わりませんでした。そしてどうやらこの不思議な現象は少女たちの死などをきっかけとして、トビオが現実を否定した瞬間タイムリープが発生するということがだんだん分かってきました。だんだんからくりが分かってきたトビオは、少女が死んでも時を戻せるから大丈夫と思うようになり、強力な得意点には相変わらずかなわなかったものの、誰かが死ねば時を戻し、また誰かが死ねば時を戻すというループを繰り返しながら、そのうち倒せる時が来ると思っていました。これは我々で言うところのマッチングアプリでひたすらいいね押しまくってれば、いつか素敵な出会いがあると信じてるプロフィール欄ちゃんとこだわらないやつみたいなものです。ですがある時トビオは気づきたくない事実に気づいてしまいました。実はループを繰り返すたびに、得意点の出現ポイントに現れる悪魔の数が増えていたのです。そして最終的には大量に発生した悪魔たちに、魔法少女たちは全員めちゃくちゃにされ、無残な姿になり果ててしまいました。またこの時僕も悪魔のお手伝いできるかなーって思って触手生やして駆けつけましたが、スマホ版は18禁やってないんでと返されました。ちなみにスマホ版のマジカミは健全なゲームですが、実はマジカミには土着層エロいパソコン用の R18 版もあり、スマホ版とデータの連携もできるので、チンチンのみんなはぜひチェックしてみてね。それからもトビオは何度も何度も少女たちの死に目に遭い、絶望的なループを繰り返しながら全滅し続けますが、そんな中戦いの中でトビオは悪魔の攻撃を受けてしまい、体の下半分が潰れてしまいました。トビオが死んでしまうとこれまでのように時を戻せなくなるかもしれない。意識が遠のく中でトビオが魔法少女らの方を見ると、そこには変身が解けて血まみれになった全員の変わり果てた姿がありました。果たしてトビオはこの地獄のタイムループから抜け出すことはできるのか、この世界の真実とは。そしてトビオは血まみれの中死んでいく魔法少女たちを救うことはできるのか。僕の考察ではアロエ塗ったらワンチャン救えると思うよ。
はい、ということで今回こんな感じなんですけど、マジカミでは今回ご紹介した魔法少女たちが悪魔と戦う理由と悪魔の正体について明かされる第1部の他にも、魔法少女たちがパラレルワールドに迷い込み、さらなる怒涛の展開が繰り広げられる第2部、そして今後展開されていく第3部と次々と怒涛の展開が繰り広げられています。なのでこの動画を見てマジカミのその後の展開が気になった方は、ぜひ概要欄のリンクからゲームをダウンロードして実際にあなたの目で確かめてみてください。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てオロナインも試してみてーと思った、どんな手を使ってでも少女たちを救いたい魔法少女大好きおじさん方は、マジカミのダウンロードとチャンネル登録、ツイッターのフォローとマジカミのダウンロードをよろしくさー。おい。